どうしようかな。かかってこいよ。ほら来いよ。逃げるな、今のうちだぞ。見せてやる。みんな、大好き。いいぞ。たまんねえな。怖いの。俺の番だ。あっち来い。なめんなよ。邪魔だよ。ほら来いよ。さあ、テレビを持ってるよ。な。やった。してみろ。よし、行くぞ。やんのか。とっておきだ。来いよ。いいぞ。怪我しますよ。逃げるなよ。おら、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 頑張ります。やんないの。こっち見ろよ。奥の手。やんない。やんない。舐めると痛い目にしますよ。来てみろ。逃げるなら今のうちだ。叩きのめ。俺の番ね。よし、ね、俺の番だな。やんのか。見せてやるよ。こうなりゃやけだ。思う存分やれるぜ。いいぞ。やれ。どうしようかな。見せてやる。そうだ。俺の番だ。やるか。こっち見ろよ。邪魔だよ。おい、来た。ダメんだよ。おいしに行くぜ。痛い目になりますよ。よし、行くぞ。頑張ります。勝てると思ってる。奥の手。ほら来いよ。とっておき。さて、叩きのめ。なめんなよ。よし。大した気持ちなんだな。よっしゃ。成長を感じます。さらに強くなれましたね。よっしゃ。やろうぜ。はい、ほら来いよ。仕上げてやるぞ。仕上がれ。かかってこい。してみろ。やめんなよ。見せてやる。やんのか。ムラムラになれ。やろうぜ。あらららら。勝てると思ってるよ。舐めると痛いのに。こいつで。うわ。
俺の番。やめんなよ。出ると思ってるよ。やめんなよ。奥の手。やあ。わらららら。そりゃ。ほら来いよ。さてよ。叩きのめす。なっちゃったね。まだ成長できるとはな。
てろよ。舐めると痛い目にますよ、うん、俺の番だな。とっておきだ。これで問題ないぜ。今のうちだぞ。頑張ります。よそ見すんなよ。奥の手。舐めんなよ。はい、チーズ。さて。怪我しますよ。叩きのめす。俺の番ね。よし、行くぞ。見せてやるよ。どうしようかな。邪魔だよ。抜かれましたね。いいじゃない。やった。一つ上の男。また強くなっちまったか。
るのか。見せてやるよ。ね。さて。叩きのめ。俺の番だな。かかってきなよ。勝てると思ってる。やってやるぞ。なめるなよ。とっておきだ。金の力見せてやろう。おい来た。やめさあ決めろ。決める。いきます。行くぞ。奥の手。それでもどうぞ。俺の番。かかってきなよ。邪魔だよ。これでも食らって。こっちですよ。熱い。やるのか。よし行くぞ。舐めると痛い目になるよ。見せてやるよ。やけくそだ。成長を感じます。テンション上がりますね。またいい女になっちゃった。
来いよ。見せてやる。やんのか。行くぞ。さて。なめんなよ。叩きなめ。俺の番だな。とっておきだ。やけっこだ。ほら来いよ。どうしようかな。来いよ。奥の手。逃げるなら今のうちだ。えい。俺の番。行こう。とっておき。さて。よし、行くぞ。やってますかね。頑張ります。ああ。よし、勝ったな。強くなった気がするぜ。また強くなっちゃったね。さらに強くなれましたね。よっしゃ。強くなった。かいいな。それでは。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。よう、春日くん、先に一杯やらせてもらってるよ。そうかい。ご機嫌で何よりだ、蝶。なら、俺も少しやってくかな。一緒にいいか。望むところだよ。ちょうど一人で飲むのに飽きてたとこ。ここんとこ、ハンピン・リューマンの連中はどうしてんだ？
誰もおめんとこに出入りしてねえのか。そんなことないけど、まあマブチについてた連中はさすがに遠慮してこないね。そりゃそうだろうな。裏切ってクーデターに加勢してた奴らってことだろう。連中が総帥よりマブチについた理由ってのはお前も気になるんじゃねえの。別に。けどマブチは部下にしてみれば分かりやすいリーダーであったろうとは思うよ。分かりやすいって何が。マブチの欲しがってるもの、金と力を満たしてくれる部下をマブチは必ず評価する。掟を守らないとか暴力が過ぎるとかそんなのお構いなしにどんどんやれるやつをね。喧嘩の腕と同郷さえあれやバカでも上に引き上げられるってか。たとえ他の仲間を蹴落としたりしてもだよ、マブチにさえ忠誠を誓っていれば。むちゃくちゃだな。けどいつだったかマブチはああ見えてインテリだって聞いたぜ。ああ、あいつは何カ国語も喋れたし数字に強くて暴力にもためらいがない。裏社会で言うと逸材だよね。もし登場会にいたら当然春日君より出世してたでしょ。そいつは聞き捨てならねえな。俺もカムロ町じゃそこそこ知られてたんだぜ。おっと、傷ついちゃったかな。俺が無所に入ってなきゃ登場会も今頃はでかく発展してたろうにな。まあとにかく俺が言いたかったのは、若き日のマブチには才能があったってことでね。俺も総帥になった時そこを見込んでマブチには右腕になってくれって言ったし。は？なんだよそれ。じゃあお前があいつに力をつけさせちまった張本人か。ああ、なるほど。確かにそうなるね。のんきに笑ってんじゃないよ。でもあの頃のマブチはそれくらい魅力的な人間だったんだよ。今みたいに裏でうじうじやるような感じじゃなかったんだ。俺もあいつに惹かれてて。どんなところに。若い頃のマブチにはこう、なんていうかさ、向上心みたいなのがすごくあったんだよ。のし上がってやるっていう気持ちが溢れてて、それを叶えるだけの才能もあって、俺にはないものをあいつは持ってた。だから惹かれたのかもしれないね。そう、ちょうど春日君みたいな感じかな。よくよく考えたら結構似てるかも。おいおい、やめてくれよ。でそんな魅力的なマブチが変わっちまったのは何でなんだい。今思えばあいつが幹部になったのがきっかけかもしれない。幹部になってからあいつは同年代で格上の俺に露骨に立てつくようになっていった。生まれだけで総帥を継いで弱腰の協調路線を続ける俺が気に食わなかったんだろうね。マブチはイケイケタイプだし、どう考えても俺って存在は邪魔だしうざいよね。ならいつかマブチは裏切るかもしれねえって超も思ってたんじゃねえのか。いや俺はそんなに。なんだかんだあいつのことを信じてたのかもしれない。でも親父や子さんの幹部たちはマブチをよく思ってなかった。あいつはきっといつか裏切るから早めに消した方がいい、そう言ってマブチを消そうと動いたんだ。それでどうなったんだ。俺が必死に止めたよ。前にも言ったと思うけど、俺は内輪で殺し合うなんてバカバカしいと思ってる。しかも組織はこの先老人たちじゃなくて俺とマブチで背負ってこうって時期じゃん。マブチみたいな人間を潰すってことは未来を潰すってことにもつながる。だから反対した。なかなか老人たちも納得してくれなくてね。土下座したのは人生であれが最初で最後さ。マブチのためにそこまで。自分を嫌ってる人間のためにどうして。マブチは確かに癖もあるし悪いところも山ほどある。嫌なやつだしね。だけど俺にはない熱もあるし才能もある。それに何より俺はあいつを仲間だと思ってた。
仲間を殺したくない。守りたいって思うのは当然でしょ。そうだな。すまない。野暮なこと聞いたぜ。春日君が野暮なこと聞くのはいつものことさ。気にすることないよ。だけどよ、なんか俺嬉しいぜ。何が？蝶が意外と熱い人間だってことを知れてさ。俺が熱い？ああ、正直いつものらりくらりかわされるから、本当の蝶ってどんなやつかつかみきれてない気がしてた。でもこうやって酒を飲みながら向き合って、蝶がどんなやつなのか改めて分かった気がするぜ。なんだかんだで仲間思いの熱いやつ。俺が好きなタイプの人間さ。面と向かってそれ言われると恥ずかしいね。顔が赤いぜ。照れてんのか？酔ってるんだよ。もう一杯飲もうか。ああ、仲間思いの超先輩に乾杯。乾杯。よ、半純義。ちょうどよかった、春日さん。お知らせしておきたいことが。ん？以前私を嗅ぎ回る連中が偉人町に来てるとお話ししましたね。コミジルの方でその正体や動向を追っていると。ああ、そういやそうだったな。何か動きでもあったのか？ええ、偉人町から連中の気配が消えたんです。このところコミジルの網にも引っかかりません。それにしちゃ神妙な顔してるじゃねえか。全く察しがいい人ですね。で、あんたの見立てはどうなんだい？不審者は町から出て行った可能性もあります。ですが私は彼らが標的のロックオンに入った可能性を推します。標的のロックオン？つまり敵はすでに私の所在を正確につかみ、襲撃の機会をうかがっているのではないかと。へえ。だとすれば相手はなかなかの手だれです。コミジュルの目をかいくぐって動けるほどのね。それってヤバいんじゃねえか、あんた。ええ、私のそばにいるあなた方もですがね。いつ巻き込まれてもおかしくありません。なるほどな。でもそいつは俺らがおとなしく待ってた場合の話だよな。え？手貸すぜ、水くせえ。俺らでその侵入者ってのを探そうじゃねえか。こういう時は先手必勝だろ。調べはコミジルの方で進めています。それでも見つからない相手です。我々で探すのは難しいでしょう。連中はやっぱり人言派の残党なのか。あんた前にそうじゃねえかっつってたよな。死んだボスの名を語ってることで狙われてんじゃねえかって。ねえ、それを否定する根拠は今もありません。ならやっぱ半純義をやめてキムヨンスに戻るってのはどうなんだ？何かそうできねえ事情でもあんのか？よかったら言ってみろよ。できない事情なんてありません。私自身が半純義であり続けたいだけです。昔仲間だった奴らに命を狙われてでも。私は人言派のいざこざに春日さんたちを巻き込みたくはありません。しかしご迷惑をかけますが、それはもう手遅れというものでしょう。ですから皆さんはいつ何者かに襲われてもおかしくないと油断せずにいてください。妙なことを言いやがる。え、偉人町や近江の奴らとも実績のある俺らだぜ。今さら油断したくたってできやしねえ。
追加で人言派の残党が来たとこで俺らの気構えは何にも変わりやしねえってことだ。なるほど。どうやら私は思った以上にタフなパーティーへ加わっていたようです。頼もしい仲間と一緒にいるわけですね。これなら気兼ねなく迷惑をかけることもできそうだ。どうする、絆が深まったとこで乾杯するかい。いいえ、そこまで慣れ合いはしません。反順義のイメージじゃありませんからね。そんなにお高く止まってるとそのうち仲間外れにしちまうぞ。それでは出発いたします。何か。やりましたね。応援しています。
やる気か。練習試合奥の手ガテルトやるよ。なんだおれおれこっちで起きたおれやめるなよ。来たよ。助けよき。俺の番だ。行くぞ。来てみる。見せてやる。さて。行きますよ。俺の番だな。おい来た。なめんなよ。思う存分やれるぜ。叩きのめす。だーぜ。よし、勝ったな。いいじゃない。テンション上がりますね。いいな。謝罪するまで武器を出せ。奥の手はっ来てみよ。見せてやるよ。こいつをプライヤー。ほらほら、邪魔だよ。これでも食らって。ほら来いよ。見せろよ。何やってんだ。出ると思ってる。出るぞ。やっと。どうりゃ。あ、出るぞ。出ますかね。出るね。どうしようか。はい、元気満々。俺の番だな。また強くなっちゃったね。さらに強くなれましたね。コンビニでなんか買おうぜ。ポテチ食いてえな。ポテトチップスもたまにはいいですね。私のり塩が好き。男は黙って薄塩味だ。分かってませんね。そこはコンソメでしょ。分かれたな。足立さんは何味が好きなんだい。俺は胃がもたれるから量が少なければ何でもいい。昔は一袋余裕だったんだがな。ああみんな好きなものをそれぞれ買っていこうか。そうですね。美味しく食べられる今のうちに。おい、しんみりすんじゃねえ。俺はまだ食えるぞ。
無理しないで。今度ふかし芋作ってあげるから。余計傷つくから変に気遣うのやめろ。痛い目に遭いて島釣りにあげてやる。お願いします。頑張ります。見せてやる。ミラボロになれ。おいよ、してみろ。やってやるぞ。とっておきだ。仕上がれ。叩きのめす。オーラせいや。おい、来た。おい、マッチルだぜ。ほら来いよ。ねっ、やばい。来やがれ。私に勝てますかね。おい、オーラ。どれ、逃げるなら今のうちだ。こっち見ろよ。死ね。やばい。見せてやるよ。邪魔だよ。だめ。俺はこういうのやろうぜ。とっておき。消えるよ。出ると思ってるよ。こいつだった。来やがれ。奥の手、逃げるのは今のうちだ。なーれ、ね、回復します。くらえ。してみろ。本気出せよ。先寄らせてやろうぜ。あっざ、立て直さねえと。回復だ。問題なしだ。我慢の限界がない。あっつは来た。頑張ります。やるせ。はい。おう、おい、どんどん。なめるわ。やろうぜ。ほら来いよ。あっつは来た。どうすっかな。これで食らえ。すっきりした。おい、見せてやる。痛いの飛んでけ。サンキュー。俺の番。はい、問題なし。いざよ。どうと思ってる。あ、やるか。くせい。よし、いざ。うわっ、いざ。ほら、やんのか。頑張ります。やっ、こいつだ。死ね。さて、私に勝てますかね。叩きのめす。大したことだったな。いいじゃない。やった、テンション上がりますね。またいい女になっちゃった。出ると思ってるよ。ほら来いよ。こっち見ろよ。うん、奥の手、よろしくね。してみ、俺の番だな。怪我しますよ。やつやぞ。とっておきだ。ほら、舐めると痛いのになるよ。俺の番だ。逃げるなら今のうちだぞ。怪我しますよ。
邪魔だよ。おいよ、エンドレスブラック。おい、来た。舐めると痛い目になるよ。舐めんなよ。おいよ、勝てると思ってるよ。なっちゃったね。さらに強くなれましたね。そこのお前、逃げてんじゃねえぞ。なんか文句。帰れると思うなよ。お願いします。どうしようかな。なめんなよ。ほら来いよ。さあ座りなさい。決め気をしてね。ほら来いよ。ほら来いよ。俺の番だ。ふざけないでください。やんのか。勝てると思ってる。怖いの。え、うん、こっちですよ。見せてやるよ。はっ、やってやるぞ。ふん、ほら来いよ。は、来いよ。俺の番ね。なめんなよ。怖いの。え、よし、ほら来いよ。感じます。
テンション上がりますね。それでは。大丈夫か、おっさん。いって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 。仕事中なんだが、どうやら最近腱鞘炎みたいで、数取り機を押すたび激痛が。おおいおい、無理すんなよ。そんなに痛いんなら休んだ方がいいんじゃねえのか。バイトを雇ったんだが、ドタキャンされてしまってね。休むわけにもいかないんだ。おおおおおおいおい、相当ヤバそうじゃねえか。あれだったら救急車呼ぶか。いや、数取り機さえ押さなければ何ともないから、それは結構だ。しかし代わりのバイトもなかなか見つからないし、近頃の若者は交通量調査のような地味なアルバイトやりたがらないからな。交通量調査、なんだそれ。何？君は交通量調査を知らないのかね。聞いたこともねえな。調査っていうからには難しいのか。何？簡単さ。交通量調査はね、道行く人や横切る車を数える仕事なんだ。へえ。で、どうやって数えるんだ。交差点の脇に座って、そこを通るものをこれでカウントするんだよ。どういうことだ。例えば車を数えるとするだろう。いったい。おい、大丈夫かよ。あ、なんとか。こんな感じで車が通ったらカチッとこれを一回押すんだよ。わかったかい。おう、要は何かが通ったらそれを押せばいいんだな。その通り、バッチリじゃないか。じゃあルールがわかったところで、早速交通量調査をやってみよう。おいおい、ルールは覚えたけどよ、まだやるなんて一言も言ってねえぞ。そんな、カウントしたくて仕方ないのに、痛みのせいでできない哀れな私の前でそんなことを言うのかい。頼むよ、生かしたパーマ君。痛みが増してきた。座りながらできるし、時給も高いよ。仕方ね、やってみるか。本当かい。いやー、助かるよ。君、名前は。春日一番だ。春日くんか、いい名前だね。私は未知の調べ。この辺で30年間道路交通量調査をやってきたんだ。30年。そいつは相当なベテランだな。まあね、
カウントさせたら右に出る者はいない。ミスター交通量調査と同僚たちから呼ばれているよ。おっさん、そんなにすげえのか。今となってはこんな手だけどね。でもよ、そんなにひどい検証炎になるってことは、交通量調査ってのは実はかなり力がいるのか。いや、力がいる仕事ではないよ。ただこの辺は交通量が多くてね、せわしなくカチカチしなくちゃならないんだよ。でも春日君は見たところ、私より丈夫そうだから体の心配はいらないと思うよ。へえ。じゃあとにかくひたすらカウントすればいいってことは。ああ、そうさ。この数取り機をひたすら押す地道な作業が道路の計画や建設に役立つんだ。たまに座ってカチカチやってるやつらはそのための交通量調査員だったってわけだな。そうとも。あれは車の種類やどんな人が通ったかをカウントしているんだよ。調査員が集めたデータをいろんな企業や団体が利用して街がどんどん発展していくんだ。へえ、初めて知ったぜ。では早速練習してもらおうと思うんだが、準備はいいかね。ああ、いつでもいいぜ。頼もしいね。じゃあ練習を始めるよ。はじめはお手並み拝見ということで、15秒間で男性が何人通り過ぎたか数えてもらおうかな。通り過ぎる男の数か。やってみるぜ。わかった。へえ。マジか。ありがとう。なるほど。
ああ、ありがとう。ありがとう春日君、完璧だね。それじゃあ今日の謝礼だよ。それにしてもずいぶん賑やかで指が疲れたぜ。この辺りは昔からいろんな人が行き交うからね、数えるのは大変だがなかなか面白いだろう。だから私はここの交通量調査が好きなんだ。今までは気にしたことなかったけど、よく見ると面白い街だよな。それにしても春日君、驚いたよ。まさかこんなに早く成長するとは。ミスター交通量調査の教え方がうまかったんじゃねえか。ありがたいね。どうやら私の目は確かだったようだ。春日君がいれば安心して引退できるな。何言ってんだよ道野のおっさん、まだまだ現役だろ。それがね、私の腕はただの腱鞘炎じゃないようなんだ。え、どういうことだよ。痛みと腫れだけじゃなくてね、しびれも取れなくて、もう数取り機を使うのはやめろとお医者さんから止められてしまったんだ。そんな。何、心配はいらないよ。これからは現場リーダーとして下の世代に仕事を教えていきたいんだ。春日君、交通量調査をやってみてどう思ったかね。え、それはまあ地味なのに意外と難しくて、気づいたらムキになっちまってたかな。そうだろう。地味で地道な仕事なんだよ。でも毎日こうやって数取り機を押すことで少しずつ景観が変わっていくのを見ると胸が熱くなるんだ。だからこれからは自分が楽しんだ分、後継者にこの面白みを伝えられたらいいなと思ってるんだよ。じゃあ俺がその第一号ってわけか。そういうことになるね。私が困っている時に助けてくれて春日君には本当に感謝してるよ。こっちこそいいバイトさせてもらったぜ。後継者って言われるには荷が重すぎるけどよ。そうだ春日君、これを。それは私の意志を継ぐ者に渡そうと思っていた私のお古なんだ。意志を継ぐ？何？重く捉えなくてもいいさ。春日君は生徒第一号ってことで、その記念品だよ。そうなのか。じゃあ遠慮なく受け取っとくぜ。もし私が若者の監修ができなくなったら、その時は仕事を引き継いでもらうかもしれないけどね。え、もっと急用を思い出した。おい待てよおっさん、この仕事を継ぐ気はねえぞ。
ん、なんだって。それじゃバイビー。行っちまった。ったく、なんだってんだよ。だが交通量調査員、なかなか深い仕事だぜ。こういう地味な仕事がこの町を支えてるのかもな。そばに来たぜ。頑張ります。なめんなよ。ほら来るよ。勝てると思ってる。見せてやる。逃げるなら今のうちだ。ほら来るよ。すぐに来てください。かかってこい。怖いの。俺の番だな。やんのか。なめんなよ。やんないの。かかってこいよ。ぶちかませ。よそ見すんなよ。
なんとかしねえと。邪魔だよ。出ると思ってる。見せてやる。おっと言うな。ほんとなーれ。ワイルドマンだな。見せてやるよ。撃ち抜けて。うん、あっち。おい、来た。ほら来いよ。怪我しますよ。いいね。よそ見すんなよ。こっち見ろや。舐めると痛いのに。あっち。死ぬ。頑張ります。奥の手。ムラムラムラーレ。変なことすんじゃねえ。よし。ほら。成長できるとはな。